に隊列復帰大丈夫でしょうか、松井空。さあフロントローは今最終コーナー入ってまいりまして、さあ隊列立ち上がってまいりました。ジュニアマックスクラスの予選ヒートレッドシグナルはグラスアウト、レーススタート。さあ1コーナーホールセットは吉田光来が取っていきまして、2番手1人も2番手ポジションキープ、3番手酒井亮もオーダーか、いや酒井亮が飛び込むか。さあ3コーナーで酒井亮が前に出るか。さあ酒井亮が2番手に浮上。さあそして 3コーナーで3台が接触、今立ち上がってまいりましたが大きく遅れてしまいました。あっと、そして8コーナーでコースアウト、今先頭の方に行ったドライバーがコースアウト。さあトップは吉田光来、2番手酒井亮、3番手には鈴木めぐむ。さあ各所でコースアウト接触がありますが、これ路面コンディションが厳しいということなのか。あっとすいません、先頭が入れ替わってますね。さあ先頭が入れ替わってます。これは酒井亮でしょう。酒井亮がトップに躍り出まして、吉田光来が2番手、その後ろ鈴木めぐむ、佐藤柚月が4番手、佐藤柚月4番手、その後ろはほんの少し距離が空きまして酒井龍太郎と続いております。塩田総一郎がその後ろ、市宮翔太郎どうしたんですか。市宮翔太郎はこれ止まってしまっている、いや後方ですね。あ、接触があったんですか。接触があったか。市宮翔太郎はもう最後尾に近いところまで行ってしまっている。フロントローからスタートの市宮翔太郎がまさかの後方に下がりました。じゃあ生き残っている先頭は酒井亮、その後ろには吉田光来。吉田光来がいい走りを見せている。さあ吉田光来このまま決勝ヒントもぜひ、ね、フロントロー、そしてポールからスタートしていきたいところではないでしょうか。しかしながらその後ろからは鈴木めぐむが来ております。2021年の FT ジュニアのシーズンチャンピオン。さあその鈴木めぐむが今3番手、そしてその後ろから佐藤柚月も来てますね。さあ佐藤柚月もこの安定した強さを見せてくれるドライバー、その佐藤柚月が現在4番手。その後ろ酒井龍太郎は差が開いておりまして、ちょっとこの差が開いていく。おっとここで3番手の鈴木めぐむが動きました。4コーナー吉田光来の前に出ていくか。クロスを狙う吉田光来、しかし前に出ることはできず、これで2番手が入れ替わっていく。さあトップは酒井龍、2番手が鈴木めぐむ、3番手が吉田光来ですが、佐藤柚月が最終コーナー飛び込んだ、綺麗な飛び込み。佐藤柚月はこれで3番手に浮上。吉田光来は4番手に下がります。さあトップは酒井亮と2番手の鈴木めぐむのマッチボトルのペアを要してきました。さあ3番手には今佐藤柚月なんですが、その後ろ吉田光来に酒井龍太郎がつい近づいてまいりました。ベルトゥーノーズ酒井龍太郎と塩田総一郎、中島もいますね。中島紫音、さあこの中島紫音、中島リオンがジュニアマックスクラス兄弟参戦ということになっております。その中島紫音、お兄ちゃんの方ですね、お兄ちゃんが今ポジションを順次上げてまいりまして、現在中島は7番手ですね。さあそしてトップは酒井亮、2番手鈴木めぐむ、ここ変わりません。正解数は5ラップ走行終了いたしまして、後半戦6ラップ目に入ってまいりました。3番手には佐藤柚月、そして吉田光来、酒井龍太郎と続いておりまして、酒井龍太郎がこれ早々に上がってくるかもしれません。さあ一方酒井龍に対してどこかで狙っていきたい鈴木めぐむ、予選ヒートの周回数を考えましても、そうですね、あと1、2周はキープかもしれませんが、鈴木めぐむ仕掛けられるところで仕掛けていかないと、この予選ヒートは周回数が少ない。さあ鈴木めぐむはどこで動くのか、そしてそれを酒井亮はどうかわしていくのか。もうこの酒井亮はね、強気をドライバーにしたようなドライバーですから。さあその酒井亮、
今トップを走行中ですが、すぐ後ろに鈴木めぐみが迫ってくる。でもそれで動揺するようなドライバーではありません。さあ、坂井亮がトップのまま戻ってまいりまして、これで7ラップ走行終了となります。7ラップ走行終了、8ラップ目。さあ、3番手の鈴、佐藤柚月に対して吉田光大が3コーナー飛び込みました。これで3番手が入れ替わる。吉田光大、再びポジションは3番手まで上がってまいりました。さあ、その木を利用したのが坂井隆太郎、5コーナーで佐藤柚月をかわしまして4番手に浮上。さあ、しかし佐藤柚月はそれをクロスで8コーナーでかわしていく。素晴らしいバトル。さあ、次はマックス、非常にレベルの高いバトルです。さあ、そしてトップの坂井隆に対して鈴木めぐみが飛び込んだ。ここで飛び込みました。さあ、3コーナー飛び込んで現在9ラップ目。ここで飛び込んだ、動きました鈴木めぐみ。トップが入れ替わる。鈴木めぐみがトップに立ちます。さあ、これで坂井亮はちょっとペースが落ちたんですが、ずいぶんトップの鈴木めぐみとの差が開いてしまいました。戻ってまいりまして、鈴木めぐみからファイナルラップへと入っていきます。さあ、鈴木めぐみがファイナルラップ、2番手が坂井亮、3番手が少し距離が空きますけれども吉田光大。さあ、吉田光大、この3番手星を守るか。いや、佐藤柚月が飛び込む3コーナー、それをクロスでかわしてきた吉田光大、4コーナー勝負。坂井隆太郎はポジション争いに加わっていきます。吉田光大が3番手を守りきるか。そこで坂井隆太郎動くか。佐藤柚月は大きく下がってしまった。さあ、ジュニアマックスクラス予選優勝、戻ってまいりまして、トップチェッカーは鈴木めぐみ、2番手は坂井亮、3番手は吉田光大、4番手には坂井隆太郎となりました。